今回のテーマは初めての食べ物。新しい味に挑戦した子どもたちを紹介します。福岡市の姿くん、初めてのトマトに挑戦。ちょっと渋い顔。フリル失敗酸っぱいけど、あれ美味しい。でも、美味しかったのか、おしゃべりが止まりません。机を叩いて催促。いけた美味しかった。トマトが美味しかった姿くんでした。続いて福岡市のカンナちゃんはみかんに初挑戦。これは酸っぱすぎる。思わず渋い顔になるカンナちゃんでした。